3つの刃物という言葉を聞きました。これは昔から中国で言われている言葉で、この3つの刃物いずれかをマスターすれば世界中どこでも生きていけるんだと。まあ、中国の人は世界中たくさん住んでおりますので。で、1つ目これは包丁、料理人ですね。で、2つ目カミソリ、これは床屋さんで、3つ目これは服の仕立て屋さん、裁縫のハサミということで、まあこういった技術があれば生きていけると。まあ現代はちょっとどうか分かりません。まあ仕立て屋さんというのはどうなのかちょっと分かりませんけども、包丁なんかはまあどこでも今でも通用しそうですけどもね。では現代の3つの刃物に相当するもの、これ何かなってこう考えてみたんですね。これ私の意見ですけども、話す力と書く力じゃないかなっていうふうに考えてます。話す力と書く力、まあそこに自分なりのテーマを見つけて、でその内容を話し書くとすれば、まあ世界中、まあそうですね、人工知能の翻訳機能も上がっておりますので、まあ母語で巧みに話しで、簡潔な文章を書ければ、まあやっていけるんじゃないかなと。最低ですね。で、その話す力と書く力ではどうしたら身につけられるか、実はここに幼児教育との大きな関係がございます。模倣です。子どもたちはこう真似をするのが大好き、まあ、詩の暗唱とかですね、それからなぞり書きですね。やはり言葉の持つリズムとかテンポ、これを体に染み込ませるという意味で、美しい日本語の文章を書き写す、または暗唱する、そらんじるということが基本です。で、実際ですね、スピーチの巧みな人たち、まあ、リンカーンの伝記なんかも読んだんですけども、やっぱりこう繰り返し文章を暗唱するとかですね、そんなふうに書いてありました。で、実は私事ですけども、私も中学校の国語の先生から詩の暗唱を勧められて、で文語体の詩がいいんだと、韻を踏んでて美しい、簡潔でリズムが良いと。で、私は島崎藤村とか室尾再生とか北原白秋とかですね、家に帰るとまず机に座って大きな声で詩を暗唱するというようなことを随分やりましたですね。まあ、教科書の暗唱なんていうのもね、勧められてやったことありますけども。で、そうするとこう机に座る習慣なんかも身について、まあ、一石二鳥だって、そんなことなんですよね。で、書くという方はこれやっぱり小説家が文章力を上げるためのトレーニングとして、やっぱり憧れの人の文章を書き写すということはもう古くから知られております。で、手にこう書き言葉のリズムテンポをこう染み込ませるんですね。手で考える。で、これは実は小論文対策でも言われておりまして、新聞のコラム社説をこう書き写し、でそれを半分に要約するとかで、タイトルを12文字でつけるとかですね、まあ、そういう勉強法が実際ございます。で、私も実は大学受験の科目に小論文があったので、もう随分これやりました。そうするとこう書いてて、あ、こんなとこで点打つんだとかですね、あ、こういうふうに切るんだとか、まあこういうひらめきとかこうヒントなんかもらえまして、まあ、それがやっぱり随分役立ったりするわけなんですよね。ですから、まあそういった子どもの時っていうのは言葉をそらんじたり書き写したりっていうのは非常にこう好きなんですね。それを上手にこうなんか習慣化して小学校に行ってもやっていただくと、まあそれがひいては受験対策にもなっちゃうと。まあどうでしょう、これから先一般入試というよりもやっぱ推薦とか栄養入試で入るってことが多くなるんじゃないかと思います。だからプレゼンするとか面接でしゃべるとか、あるいは小論文を書くとか、まあ、そういったことがまあ大事になるんじゃないかなと思ってきますね。それがひいては働く力に密接に関係してくる。で、そうですね、やっぱり、話す書く、問題は何を話す書くなんですけどね。テーマ、これは各々が自分が書けてもいいという、そういうテーマを必死で見つけなければなりません。そうすればあとは書く力、話す力でそれをアウトプットすると。そうすればまあ21世紀先行きよく見えませんけども、やっていけるんじゃないかなと、私はそんな風に考えてます。